木の友成は、日本の企業家、実業家、アットハウス株式会社の創業者、代表取締役社長。1984年秋田県生まれ、8歳から、養護学校で親と離れて暮らし、障害者の児童たちと共同生活で育つ。2001年アメリカのオスカロライナ州の高校に、交換留学。黒人のホストファミリーとハイスクールに通い、人種問題と直面し、 自分の居場所を模索する様になる。2004年上地大学比較文化学部入学後、日本人の英語力底上げを目指し、三省堂書店と共に E ラーニング事業を立ち上げ、在学中20を超える発展途上国に中長期滞在の上、国際協力を行う。2009年国際協力に携わるべく、三菱商事へ入社。エネルギーの輸入業務を3年経験後、 ウラン投資業務のために2年間突出。ヨーロッパ言語共通参照枠のフランス語、ドールフシー一を取得。2014年三菱商事大社後、国際的マイノリティのためのコミュニティを作るべく、コンセプト型シェアハウスのポータルサイトの運営に関わる。海外帰りの日本人と外国人向けのシェアハウス、東京ハースを設立。18部屋に対し年間400人以上の集客。 稼働率95%を達成2015年東京都の在留外国人に特化した事業を行うべく東京ハース株式会社立ち上げ外国人受け入れ可能な国際人材の育成と外国人学生の就職斡旋を行う日本人向け海外インターンシップグローバルウィング西海岸の立ち上げ東京国際大学の就職課にて600人強の 外国人学部生のキャリアコンサルタントを務める。2016年、安倍晋三首相がシリコンバレーと日本の架け橋プロジェクトの一環として、16年にスタートした経済産業省が推進するスタートアップ企業の育成支援プログラム j s スタートアップの前身である飛躍に全国から8社のうち1社として選抜される。世界最大のスタートアップイベントであるスラッシュ。 ヘルシンキとテッククランチベルリンに派遣され、ヘルシンキとベルリンの経済産業省と外務省にて日本を代表するスタートアップの起業家として登壇。2017年国内最大級スタートアップイベントの第11回インキュベートキャンプに全国から16人の起業家の一人として選出され、初日に16人の投資家のうち5人から1位の評価を受ける。 二日間の成長を評価するグロース賞では2位、二日間の総合4位、SMBC 賞、アーンストヤング賞を4つ受賞する。同年9月には東京都内企業家の世界展開を後押しするプログラム X ハブ東京ドイツベルリンメンヘンコースに全国の企業家5人のうち1人として採択される。2018年国内最大の企業家、 投資家の情報検索サービススタートアップリストにて、企業家検索ランキングで4位に選出されるなど、国内の投資家の注目を集める。同年8月には400名超が来場した、スタートアップコミュニティ、スターバーストのピッチイベント、スターバーストディデで後に登壇。スターバーストの中でも特に活躍が目覚ましい、スタートアップ発車の中から、 東京ハースが3位入賞と31ベンチャーズ賞を受賞した。2019年代表を務める東京ハース株式会社の社名をアットハース株式会社へ変更。オンライン内覧、決済、契約可能な外国人向け賃貸仲介サービスアットハースをリリース。4100万円資金調達を達成。三菱商事出身の企業家として、 日経産業新聞にて特集される。2020年アットハース株式会社にて4000万円の追加資金調達、累計8100万円の資金調達を達成。ありがとうございます。